こんばんは、道村まさきです。10日ぐらい前に出しましたブラインドテストの正解発表、応募者の方27名様参加していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今回のテストを振り返っていくんですけども、まず1問だけ間違うってことはありえないんですよ。3択っていうか、3本のギターを当てるって時に1個間違えたら必然的にもう1個は間違うわけだから、1個だけ間違うっていうのはちょっとありえないわけですね。全問正解か1個だけ正解か全部不正解かの3パターンしかないんですよ。まあ、種類の組み合わせとしてはもうちょっと数パターンあるんですけども、根本的にはそういう感じで、面白い結果、割と面白い結果出たんじゃないかなと思うんで、で、それと僕からのその一つのこうここですよねっていうのは、まあ要するに40万円のギターと3、4万、まあ要するにスクワイヤーと僕が改造してた JHS のギターは別に金額的には40万円対お安いギターだから、40万円のサドーフスキーを当てられるかどうかってことなんですよ。それが当たってればほぼ僕は正解だと思うんですよね。で、別に外れたからといって恥ずかしくもなんともないんで、で、まあ皆さんにちょっと考えてほしいのは、俺は当てた、ああ俺は外れたとかいう自分のことだけで考えるんじゃなくって、トータルの他の皆さんのも見て、アンケート結果みたいな、そういう視線でちょっと考えてみてほしいっていうことがあってですね。で、27名の参加者の中のうち8名様が全問正解、3問とも正解でした。素晴らしいですね。で、それだけじゃなくって、僕がさっき言ったように1問だけ正解した人も何人かいて、その1問がサドースキーだった人、40万円のサドースキーを当てることができましたよっていう人が8人いたんですよ。バチバチバチ。ってことは合計で16人サドースキー当ててくれた。26人のうち16人、半数以上の人がサドースキーを当ててるんですよね。で、まあまあスクワイヤーだけを当てたっていう人も4人います。で、なぜか JHS だけを当てたって人はいません。ゼロです。面白い、まあどういう意味かはちょっと分かりませんけど面白いですよ ね。で、まあまあ残りの7名の方が、3つとも不正解ではあったんですけど、別にそこは落ち込む必要もなくって、だって、僕が好みの音を出してて、同じアンプで同じセッティングで同じようなフレーズを弾いているわけですから、まあまあほぼほぼ似たような近い音が、近い音を出してるからブラインドクイズになってるわけですから、まあ別に僕が例えば3年後にあの動画を見てちゃんと当てられるかどうか自信ないですからね。外れる可能性はあると思うんで、そこじゃなくって全体像として考えてみようかなっていう感じだと思います。はい。で、ある種僕は、まあね、何十万円も出して買ったギターのサドースキーを誰も当ててくれなくて、みんなが外しちゃったら、すんごいショックじゃないですか、なんか。4、5万のギターじゃないよ、何十万円も出したんだよのギターが、大したことないじゃんと、誰にも分かんなかったじゃんと、あまりにもこいつらとそんな大差なかったじゃんっていう結果になったらショックなわけじゃないですか。だから半数以上の人は当ててくれたってことで、なんか一応はその大金を払った価値はありましたよねっていう安心感がありますよね。で、こいつは色は塗ったけどこの辺は変えてないんで、買ってきたまんま、オリジナルのまんまで演奏していると。で、それと僕が改造したこっちはこっちでいろいろいい音が出ないかなと思って、まあ本当は改造途中ではありますけども、改造したギター、これを全然いい音しないね、悪い音だねって言われると、それもショックはショックなわけだから、それはなかったんで、ひどいねこの音はって言われてるわけじゃないんでっていう、メーカー名は本当はバラバラなんだけど組み立てたギター、こいつをサドースキーだって言ってくれた人も何人もいたんですよ。8人いたんですよ。それも8人。全部8人。それってなんか、ちょっと嬉しいじゃないですか。僕が作って組み立てたギターが、あ、こいつはもう一番安くてダメなギターですよって言われるよりも、これとサドースキーを間違えてくれたってことはなんか嬉しいわけですよ。ってことは結局全部の音は、まあ、
近いっちゃ近いよねっていうことですよね。なのですが、ちょっとここで謝らないといけないことが起きましてですね、僕のマッキントッシュ、マッキントッシュってなんかまあ Windows もそうかもしれないですけど、なんか作業してるとさ、あのギターを改造する動画を作ってる最中になんかパソコンのストレージが足りませんとかいうなんか文字が出て、でそれ解決するべくいろいろね、いろいろ探ってったら、結局 iMovie っていう動画編集するソフトが、ぶち壊れてて、動画はすべて消して削除していってるんですけど、作業を行ったその作業工程をなんだかしんだけど、ものすごい700ギガぐらい使って余計なことを記憶していたりとか、なんかまあまあいろいろあって、それを修理するべく iMovie を一回削除して、で、もう一回ダウンロードして、で、もう一回立ち上げたら、撮影の動画が消えてしまいまして、元の動画がありません。すいません。なので、その時のクイズを出題した動画をダウンロードして、で、そこだけを画像を当てはめて、一応、正解の動画がこちらになります。ドン。続きまして2番です。2番。はい、3本目です。はい、ということで、1番がスクワイヤ、2番がサドウスキー、3番が僕が改造した JHS というのが正解でした。ということで、3本とも正解してくれた方ももちろん正解なんですけども、サドウスキー2番だけも当ててくれた人、それも僕の中ではほぼ正解だと思っています。なので、全問正解の8名様と、サドウスキーを当ててくれた8名様は、名前を呼ばさせていただきます。で、一番最初にすぐに、あの動画をアップして、すぐに正解を出してくれた方が、
宇宙天シーバスラボラトリーさん。1番スクワイヤー、2番サドウスキー、3番 JHS。正解です。で、スクワイヤーはスクワイヤーの音ですね。そうなんですよ。スクワイヤーは、スクワイヤーの音なんですよ。これが、もうなんかもうそのまんまズバリですよ。これが悪い意味じゃないですよ、別に。いい意味でも悪い意味でも、スクワイヤーだよねっていう安定している、そしてこの銀色のカバード的な。で、リアにした時の。音楽的に言ってもめっちゃめちゃ高級な音じゃないけども、すごくひどいわけでもない、ひどいわけでもないっていうか、ちゃんとした安定した9大点というか、何点っていう数字で言えないけども、まあ大丈夫ですよっていう、昨今のスクワイヤーは結構いいですよっていう部類に入る方のスクワイヤーはスクワイヤーっていうことですね。でサドウスキーはメイプル張り合わせのトーン、まあ、メイプル張り合わせのトーン。まあ、これが、この音を聞いて、ああ、なんか、高級な音がするよねって思ってくれた人が、まあ、16人いるっていう音がこれですね。これって本当はアンプの音だけじゃなくって、生音の、これも少しだけ、まあカメラには響いているっていうのも含めて。うん。これを当ててくれた人がたくさんいたってことですよね。で、3番が JHS はリアのシングルタイプハンバッカーのトーン。その通り。その通りです。こいつの、このハンバッカー。最初にこうやって弾いてる。こっち側の音は他のあっちの2本とそんな変わんない音が出てるはずなんですよ。まあ若干ね、若干この、ちょっとだけフレットが少しだけなんかちょっとないよい感じがしてるのがどこまで聞こえるかではあるんですけど、この音が結構、これは言い方難しいけど40万円の音ではないみたいな。で、こっちはね、ハンバッカーハンバッカーハンバッカー3つとも同じ音だから比べるのが難しいけども、こっちにした時の、このリアでダブルレーンのハンバッカーシングルサイズっていう、これの音が、これがシングルコイルの音ではないよねっていうこと。まあもうシーバスラボラトリーさんが最初に言ってくれた解説で、ほぼそれでまあ決定ですよって感じですよ。それでコメントの方も読ませていただきますと、音の良し悪しって決めづらいですよね。編成や曲によっては3桁の値段でも合わない場合もありますし、まあ楽曲演奏するときにいくら高い金額のギター持ってきても合わないやつは合わないよねっていう。ジャンルとか、その楽曲に合うギターを選びっていうのがあるよね。あ、合っている前提でカッコつけたので、めっちゃ恥ずかしくなるかもしれません。爆笑ということですが、正解ですので、はい。
恥ずかしくはならないです。別に外したって恥ずかしくはないですけどねって。その次、マーさん。はい。1、2、3番正解です。1番のスクワイヤーが音にばらつき、先生の腕感あり。どういう意味ですかね。先生の腕感。チャドースキー、サドースキーが、音にコクと味わい、深み感。腕感、深み感。ちょい良いギター、あっさりとした味わい好き。味わい好きかな、うん。はい。正解です。ありがとうございます。次。坊やブラックキャットさん。正解です。2番が一番音が綺麗に響いていて、高級な感じがするからサドースキーとしました。正解ですね。こういう、まあね、ある種、どれか一個まず決定打を一個だけ選んで、で、他のやつを後から考えるっていう、そういう選択方法をしてった方が、当てやすいっていうか、当たりやすいんですよ。まあ、割と僕は毎回解説の時に、そういう順番で、推理していくっていう話はしてるんですけど、はい。1と3では3の方が音に迫力を感じて、ピックアップの出力が高そうな JHS と考えた。そうですね。スクワイヤーよりも僕が改造して、ムーンのピックアップを乗っけてて、シングルサイズのハンバッカーを乗せてるあっちの方がパワーはありますよねっていう。うん。はい、正解です。次。うなぎ紹介さん。1番、安定のスクワイヤー。安定のスクワイヤーですよ。うん、その通り。な雰囲気で安心する音と感じました。はい。2番が、カッティングのキレッキレ感が一番気持ちよく感じました。多分、それもう正解だと思いますよ。はい。JHS が市村先生が改造ギターを試奏している雰囲気の音に感じました。そうですね。はい。答えが外れていますように、どういう意味、この最後の一行の意味はわかんないです。はい。次、白梅さん、スクワイヤー、金属のカバーがついたハムはこんな感じの音？そうです。こいつは、そんな感じの音です。これは。はい。はい。はい。で、サドウスキーは勘ですと。で、JHS がハイパワーのハムのボリュームを絞ったらこんな感じになるのではと。はい。考えたらドツボにはまったので、ファーストインプレッションでいきます。そうですね。ファーストインプレッションで良かったってことですよね。まあ、ハムのボリュームを絞った記憶はないじゃないんですけどね。はい。で、あとは3名様。空港もやしさん。金土日曜さん。進む渋谷さん。の3名の方はコメントがなかったですけれども、3つとも正解です。はい。正解。ありがとうございます。以上8人でした。で、続きまして、サドースキーだけを当てたっていう人。サドースキーだけ当てた方。シゲアン、JHS はちょっと曇ってる感じ。うん。まあそうですね。サドースキーはいい音。スクワイヤー、悪くないけどコストとパフォーマンスのせめぎ合い。悪くないけど、コストとパフォーマンスの攻め合い。難しい文章ですね。悪くないけど、コストパフォーマンスの攻め合いで、JHS っていうならわかるけど、で、さっきの、ちょっとこもってる感じが俺の改造したギターってことだから、逆だよね。逆ですよ、シゲアンっていう。はい。次。MI さん。ベース弾きでギターの良し悪しは分からないので、好みの順に高い方から当てはめてみました。ということで、2番のサドースキーが正解。OK です。はい。そんな感じだと思います。まあ、普段ベース弾いてるなら、まあ、要するに弦楽器、もしくはエレキギター、エレキベースを弾く人だと、大体こういうクイズには参加できるよねっていう感じ。うん。僕らが、トランペットの金額の違いを当ててくださいって言われても分かんないのと一緒で、ギター弾けない人にこのブラインドテストをやっても、そりゃ難しいわねっていうところもあるでしょうしと。はい、次、浜さんぼさん、サドースキー。音が一番クリアに聞こえ、響きが良かった。そういうことです。はい。はい、そうやって、まず、2番だけ、サドースキーだけ当てていくっていう感じがいいと思いますよ。で、まあ、1番と3番は、音がジャキジャキした感じ、安定感のある太い音がした。太い音がしたってことは、ムーンなんですよ。ピックアップは。はい、はい、はい。唐市さんも、サドースキー、音が前に出る感じ。ということで、正解です。で、1番が音が弱々しいから JHS。
僕が改造したギターだから音は弱々しいってことですか。で、3番の音が少しぼやけている。まあまあ、合ってるっちゃ合ってるよね。その1番と3番は安いギターであるっていう、そこは合ってると思います。はい。はい、はい、次。ゴンちゃんさん、ウクレレ奏者の知り合いの方ですけど、ウクレレ奏者なのに2番のサドウスキーを当ててる。表現豊かな音。これは耳がいいっていうことですよね。で、まあまあ、1番と3番はどっちも褒め言葉なんだけど、その、これを選んだ理由にはなってないんで、まあまあまあ。でも、ね、1本だけ高いギターだよねっていうのが分かってるっていう点で合格だと思いますよっていう。はい、次。ニコニコライブさん。2番のサドウスキーと。聞けば聞くほど分からなくなりそうなので第一印象で決めました。カッティング時のチャカチャカ音がいい感じかなと思いました。はい、それで合ってると思います。はい、次、ミノキチさんが、ギター歴がまだ浅いのですがチャレンジしてみます。ありがとうございます。そのチャレンジ精神は向上心ですからね。はい、1と3は似たような感じで難しいですが音がちょっと硬い感じがしましたが1番の JHS で、サドウスキーは合ってて、音の響きが他のよりいい感じに聞こえましたと。高いギターはこんな響き方をするんじゃないかなと思いました。まさにその通り。まさにその通り。これも生音が、すごくなんか粒がシャキッと一本、一つのコードっていう、コードになってるよねっていう。この僕が持ってるギターじゃなくて、すんげえもう本当に安いギターの、手入れもしてなくってセッティングもしてないようなギターってなんかチューニングしてもしても何回チューニングしてもなんかのコードを弾いた時に違和感があるみたいなそういうギターって、調整が悪いとそういうギターってあるわけですよ。で、それは何回チューニングしてもチューニングが合わないその感触の反対側がこれなの。ひょっとしたら開放弦のチューニングはちょっとずれてるかもしれない。ね。ちょっとぐらいチューニングがずれててもずれてるように聞こえないような感じ。で、あとはまあね、セッティングがいい感じのギターって、ちょっと上手になるんですよ。プレイが。うん。で、セッティング具合が悪いと、ちょっと下手っピなプレイになっちゃう。そういうもんですからねっていう。1と3が似た感じですが、なんとなくスクワイアっぽい気がしました。まあね。そうだね。似てるっちゃ似てるよね。あっちの2本は両方ともハンバッカーの音しか出してないですからね。うん、こいつだけが、ここのハーフトーンを一回使ってるだけだから。まあ要するに、こいつで弾いてるカッティングの時に、あ、ハーフトーンっぽいぞ。まあ、ハーフトンとは言えないんだけど、こいつがハンバッカーだから、ここの音っぽいぞっていうのを見破れると、一応サドウスキーは当てられますよって感じ。はい。それで、ドンシャリさん、2番正解で、アコギしか持ってないので、単純に好みの順番で値段の高い順としました。2番の音色が段違いによく感じました。うん。アコギ弾きなのに、それがわかるってのが、まあ一応その、うん。まあなんか何十万円も出して買った甲斐があるよね。こうやって言われるとありがとうございます。1番と3番はそんなに変わらないけど、その通り。その通り。3番の方が良いかなという感じでした。あっち2本のギターは安いギター。2番のサドウスキーだけがちょっとだけお高いギターです。40万円のやつをかなり安く入手したギターです。ということで。はい。あとは、なぜか1本目のスクワイヤーだけを当てたっていう方が4人。まあそれね、順番に1番から当てていくと、そうなりがちなんですよ。3本とも聞いて、消去法で、どれがまず一番高いギターかをまず先にこうね、決めてから残りの2本を決めると正解率は上がるっていう、いつも僕が言っている推察の仕方はそっち、ね。まず一本目を当てちゃったっていう。まあまあ、それで JHS だけ当たってたっていう人がいないからね、だって。つまり、順番に1番から考えてったっていう結果、
3番だけを当てたっていう人はいなかった。っていうのが僕の推察。面白いっちゃ面白いですよ。はい。で、まあまあまあ、僕が改造して作った、安いギター改造して作ったギターをサドウスキーだって間違えてくれた人が何人もいたっていうのがちょっと嬉しい。ちょっと嬉しい。でね、まあね、総括するとね、音で値段は当てられるかどうか。それは全ての人が当てられるわけじゃないけど、当てる人もいるよね。っていうことなんですよ。で、みんな全員が一応は迷ったと思いますし、偶然当たったっていう人もいるし、最後の最後に、あ、本当は最初そう思ったのに最後に変えちゃったとかさ。一応全問正解だった人も、一応疑心暗鬼というか、当たるかな、外れるかなってわからないまま答えてはいるとは思うんで、そんな中で、まあね、なんとなく一応留意しておいてほしいことっていうかね、ほとんどの人が、今回のブラインドクイズ、ピックアップの音を予想して、音を判断してるよねってことなんですよ。で、僕は材質に関しては一切説明してないし、まあ、前の購入した時のギターでも、こいつがアルダーで、このネックはどうのこのでとかって説明してないし、皆さんは皆さんで僕のギターには触ったことはない。だから、こういうブラインドクイズを出すと、ピックアップを予想して、答えていくっていうことになるってことなんですよ。それが悪いっていうんじゃなくて。うん。で、もちろんね、ボディとネックの材質によって音は変わるんですけど、変わることは本当変わるんですよ。100% とは僕は一回も言ってないですから。でも、ピックアップ交換すればかなり音変わるよねってことを何度も僕はギター改造を通じて、ね、まあ今回もね、こいつピックガードを今作り変えたんだけど、やっぱりピックアップは今後変えると思うんですよ、俺また。うん、気に入ってないかもしれないっていう。で、サウンドハウスとかアマゾンとかのレビューのね、ピックアップを単体で売ってるレビューとか見てみてください。もういろんな人が、まあ逆に言えばあんまり YouTube 動画とかをやってない人こそが、めっちゃめちゃピックアップ買っては交換して、買っては交換して、買っては交換して、あっちのピックアップの方が良かった、こっちの方がピックアップはこうだったみたいなことってやってる人ってのは、すんげえいっぱいいるんですよ。日本で。めちゃめちゃいるんですよ。そういう人たちは意外とレビューを書いて、他の人たちにも伝えたいって感じの。その、ピックアップを交換するだけのギター改造をする人は、たくさんいるっていう。そりゃ、そうだよねっていう感じ。でね、まあ、今回は40万円のギターと安い2本のギターっていうブラインドテストだったんですけど、じゃあですよ。じゃあ、例えばですよ。100万円のギターと30万円のギター2本だけで、ブラインドテストってやってさ、全員が当てられないんだったら、ね、誰か1人でも外したんだったら、っていうさ、まあもちろん僕そんなギター持ってないんでやれませんけど、100万円と30万って70万の違いがあるでしょ？でもギターのこと知ってる人の多くの人は賛同してくれると思うんですけど、100万円と30万円のギターはね、そんな変わんないですよ。希少価値とか、なんかネームバリューとか、特別な一本特注ものであるとか、誰々さんが使ってたとか、なんかそういう付加価値があって100万円になったり、100万円超えるともうヴィンテージっていう別な付加価値がついていく金額が100万円超えていくんで、100万円と30万円のギターの違いなんて、うん、気分の問題だと思いますよ、僕は。はい。だから今回は僕がお金を出して買った40万円のギターと僕が改造したギターを比べましたと。で、どっちの良い音だって言われても別に僕はどっちも嬉しいわけですよ。なんか、別にっていう。はい。で、じゃあまあ、例えば、5万円のギター3本でブラインドテストしたらもっと難しくなるんですよ、このブラインドテストは。それとか、じゃあ10本のギター、10本のギター並べて、ブラインドテストって言ったって、そりゃ全問正解ってのはほぼ無理でしょう。まあ、いたとしても偶然でしょう、それは。ね。うん。で、まあ、今回も僕のやってるブラインドテストは、他の楽器は使わずにギターだけで同じアンプでやってるから成立するクイズっていうかテストであって、ドラムとベースとキーボードの入ってるバンドサウンドで、別日に僕がレコーディングして、エフェクターもかけて、イコライザーも触って、
全然違う日に3本弾いたとして、さあこの3本のギターそれぞれいくらのギターでしょうってやったって分かるわけないんじゃんって、そんなクイズは作りませんよね誰だって、って。だ根本的にはギターの値段なんて自分の好みというか、まあ、僕は自己満足であって良いと思います。これは高いギターが欲しいから買う、安いギターでいいから買う、別にそんなもん人それぞれの自由じゃん、好みじゃん。でも僕は高いギターは安いギターはっていう動画をたくさん作ってますけど、根本的に最後の最後の結論はどれでもいいじゃんっていう、気に入ってる自分の好きなギターが一番いいギターだよ、気に入ってる自分の好きなギターが一番いいギターだよって僕は思ってるっていう結論になるんで、でまあね、僕としてはね、例えば50万円以上のギターを買ってで、なんかライブに持ってくとかレコーディングに持ってくとか、どっかに持ってって盗まれるとかさ、まあ、盗まれなくとしてもさ、あの誰かが倒して壊れてしまうとか、そんなことがあったらさ、倒された僕が辛いんじゃなくて、倒しちゃった人が辛くなるわけですよ。高いギターは、50万円以上のギターを持ったらさ、外に持ってくの嫌だよねって、結果的には外に持ってくギターは、まあ、10万円から40万円ぐらいのギターを持ってって使うんじゃないかなと思うんですよね。とまあまあいろいろ喋ってはみましたけども、まあ、世の中って少しだけ、まあ、特にインターネット上は自分は自分は僕は僕は私はって、その自分主体の自分主張をいっぱい表明している方は割といるんですけど、俺は当てた、ああ外れたっていう自分だけ視線じゃなくて、客観的に大勢の人がどう思ったのかな、あ割と半分以上の人が佐藤助当てたんだ、で外したのは僕だけじゃなかったとか、全体を見て考えていきたいよねっていう視野を持ちたいじゃないですか、というお話で、またあのブラインドテストやってっていうリクエストがあればやりますけど以前はブラインドテストってそのまんまやってそのまんま答えを出して一本の動画で完結するっていうパターンも作ってたんですよ。それはちょっとだけ意地悪してる時があったり、答えにくいだろうなっていう時はその場でその日の一本の動画の中で解決して解説するっていうパターンにしてたんで、日にちは置いてない動画もあったんですけども、面白いことには参加していこうよと思います。じゃあ今回はこの辺で、じゃあねー。